はい、今回は HGD プラスゴジラ07の商品を見てみようと思います。はい、まずが、この、水中モードモスラです。で、今回この07では、名前がアクアモスラ。アクアモスラとして、書かれております。なんか、そう、こんな感じでアクアモスラって書いてあった。なんかこう、あんまり、もう、これは水中モードモスラとして慣れ親しんだ自分にとってはちょっとあんまり慣れないですね。でもなんか英語にすると、アクアモスラって書くと、書いてあった気がします。確かもともと。この色使いとか、すごいですね。HG の3か、の時に出た水中モスラと比べると、だいぶ、もうレベルが違いますね。でもこれはすごい、水中モードモスラ、久しぶりに、商品化されたんで、結構、モスラ2とか、友達と見に行った世代なんで、なんか超、懐かしいって感じですね。うん。ゴジラ VS メカゴジラのメカゴジラ。なんで、メカゴジラ1993ですかね。はい。で、まあ、うん。これは、うん、微妙です。はい。僕は微妙と思いました。これを見て、ちょっとかっこいいなとは思わなかったです。うん。まあ、でもこれをどう表現する？なんかこれがもうちょっとなんかもう、神々しく輝いていたらすごい良かったのかなと思いますけど、まあ、こんなもんなんですかね。はい。これがジェットジャガーですね。ゴジラシングルアポイントからのジェットジャガーですね。この足が超好きに、まあ腕もそうか。で、ちゃんとアンギラスをぶっ殺して作った武器もついております。そう、この自力で立てないんで、この付属パーツがついてます。もう顔もちっちゃくて、すごい。なんかこの後ろ姿もかなりイケメンですね。あれ？オスだっけ？ジェットジャガーって。で、最後にゴジラ。ウルティマですね。ゴジラ S シングルアポイントの今んとこ最終形態みたいな感じで出てますけれども。まあ、なんか今までのゴジラとはやっぱ違うけど、まあ、全体からするとやっぱりゴジラなんだなって思いますね。うん。背びれもの作りとかもだいぶ凝ってますし、足とかも素敵。で、この、この尻尾のうねり具合もかなり、こだわって作ってるなっていう。なんでかなり立体感が出ますね、これは。このボディもすごいかっこいい。顔もすごいちっちゃ。こんな目ちっちゃいんだ。全然顔が小さすぎてピントが合わないです、ほとんど。あとちょっとこの塗装が、こっから先がちょっと白っぽくないのがちょっと気になるところですね。まあでも、こんぐらいのものを出してきたんで、もうこの塗装に関してはもう特にあまり気にならないくらい、だいぶいい出来だと思います。はい、ということで今回は HGD プラスゴジラ07を、振り返ってみました。はい、メカゴジラ以外は、満足でございます。はい、以上です。